はい、皆さんこんにちは、マトです。本日はですね、こちらで撮っていきたいと思います。今ですね、隅田川大橋にいるんですけども、今回ですね、長秒露光の撮影という形でですね、撮っていきたいと思います。まあ、長秒露光の撮影についてはですね、以前も動画出してるんですけども、実際僕 ND フィルターどういう風なものを使ってるだったりとか、あとは長秒露光、都市景観の長秒露光をするにあたって、僕がロケーションハンティングするときに使っているツールの紹介だったりとか、あとはじゃあ条件が変わるとどれだけ出てくる写真に影響があるのかっていうところですね、そういったところも含めて解説していければと思います。まずですね、実際使っている ND フィルターなんですけども、はい、2種の ND フィルターを使っております。前まではですね、普通の2、3000円ぐらいの ND フィルター使ってたんですけども、さすがにですね、ちょっといいフィルター使いたいなと思いまして、今は2種の ND フィルターを使っております。で、これがですね、 Swift の FSND キットっていうもので、このような形でですね、ND フィルターっていうのがですね、セットになってます。ND8 と ND64 と ND1000 のですね、3つ付いているキットでして、で、これっていうのがですね、僕は、主に 77mm 口径のレンズ使ってるんですけども、その 77mm のだけじゃなくて、67mm、72mm、77mm、82mm の、レンズ口径のレンズが使える、ステップアップリングがついているフィルターのキットになってます。このような形ですね。はい。これが 62mm のですね、アダプターリングになってますと。で、これが 82mm かな。そのような形ですね、このキットを買えば、複数のですね、レンズに使えるようなものになってますと。で、今これ僕24-105のレンズ使っていて、ここにはですね、77mm の、アダプターリングっていうのをですね、付けております。で、フィルターの取り外し方っていうのはすごい簡単で、これ1個フィルターちょっと取ってみますが、これ金色が ND1000 のですね、フィルターになってますと。で、実際ですね、レンズに付けるときは、よくある ND フィルターみたいに、くるくるですね、回して取り付けるっていうような方法ではなくてですね、こういう風に押し込むとですね、もう装着できるような形になります。で、これもですね、振っても落ちないような設計になってまして、かなりフィルターつけるっていうのが楽になるかなと思います。ちなみに2枚重ねするときも同じですね、こういう風に押し込むと装着できるような形になります。で、フィルターの濃度っていうのも色で分かりますね。金が1000で、青が ND8で、緑が ND64 というような形になっております。3つ ND フィルターついてますね。で、もちろんこういったレンズがつけやすいっていうところがこのフィルターのいいところの一つではあるんですけども、このフィルターのいいところもう一つで言いますと、フルスペクトラム ND っていうですね、要は色かぶり、その高濃度の ND でも色かぶりがですね、本当にない設計になってまして、やっぱり僕も ND1000 と64重ねて、もうかなり高濃度になってて、で、以前は色かぶりがやっぱすごいので、レタッチするときにですね、まず色かぶりをなくしてから補正に入るっていうようなことが多かったんですけども、このフィルター使ってからはですね、やっぱ色かぶりがないので、もう取った状態で、もうそこからすぐ自分のやりたい色味を作ることができるっていうような形で、レタッチもかなり楽になりましたね。ND 装着しないときと、じゃあ実際1000と64装着したときで色味っていうのがほとんど変わらないように感じました。で、ND の取り扱いについてもですね、ちゃんとキャップがついておりますので、こういうのキャップがついてますので、これをですね、被せるような形にすればですね、ちゃんとフィルムも、フィルターも保護できるよって形ですね、なってます。で、付け替えもすごい簡単で、僕別にですね、タムロンの5400っていうですね、レンズを持ってるんですけども、これレンズ口径 67mm なので、その 67mm のですね、ステップアップリングっていうのを、付けてますと。で、こうすることによって、フィルターですね。これも同様に、こういう風に押し込むと、すぐフィルターがですね、付けられるという形になります。かなり便利ですよね。これ1個持ってれば、いろんなですね、レンズに使えますね。ただ1個注意点としては、アダプターリングつけることによってレンズフードがつけられなくなるので、ちょっとその点だけ注意かなというふうに思ってます。じゃあ実際撮っていきたいと思いますが、ここも何回か撮っているので、以前も何回か解説はしてるんですけども、撮るときですね、今こういうふうに画角映ってますけども、僕実際撮るときにはですね、右側の建物っていうのは基本的に入れなくていいかなと思ってます。というのもですね、やはり今回映したいのが、奥のですね、タワーマンション群になるので、
やっぱり手前の建物の大きく映っている部分を入れてしまうと、まあ、ちょっと主題の効果が薄れてしまうかなっていうような風に思ったので、手前の大きな建物はですね、入れないようにしようと思ってます。まあ、そういった形で、まあ、構図決めるときにやっぱどうしてもですね、広角で何でも入れたいと思うかもしれないんですけども、改めてですね、自分何が映したいのかっていうのをですね、意識して、じゃあこれって主題につながらないから消そうみたいな形で、画角に入れないぞっていうような形でですね、バッサリ切るのがいいかなと思います。まあただじゃあ主題につながるものであれば入れてはいいとは思うんですね。まあそういったところをですね、意識して構造を組み立てるといいかなと思います。で、構造が決まったらですね、設定っていうのを組み立てたいんですけども、 ND フィルターつける前ですね、ちょっと設定の確認っていうのをしていきたいと思います。ND フィルターつけてない状態で僕よくやってるのは、まず絞り優先モードにしますと。で、絞り優先モードにして、で、F 値をだいたい8とかにしてます。まあ 7.1 とか8とかにしていて、もうちょっとですね、なかなかこの画面見づらいと思うんですけども、今 F 値は8にしてますと。で、その時のシャッタースピードっていうのをですね、覚えてください。今回がですね、シャッタースピードが200分の1になってます。すごい見づらいですよね。はい、まあこの形で F8 のシャッタースピード200分の1。で、もちろん ISO 感度は100にしておりますと。で、この状態で、今回ですね、ND1000 と ND64 使うので、ND64000 っていうような形になります。で、この設定で ND64000 を使った場合、何秒録音すればいいのかっていうのをですね、計算する必要があるんですけども、その時にですね、西フィルターのアプリを使います。これで今回のですね、設定を当てはめていきたいと思います。まず今回ですね、 ND64000 なので、上のやつを64000にしますと。で、シャッタースピードですね、これが200分の1だったら200分の1にしますと。そうするとですね、5分27秒っていうのが形に出るので、まあ、大体5分半ぐらいですね、シャッタースピードに設定すれば適正露出で撮れるっていうような形になるので、今回はですね、5分半で設定していきたいと思います。で、設定の確認とピントを合わせたらですね、 ND フィルターっていうのを装着していきます。今回は ND64000 ですね。で、基本的にどのメーカーのカメラも1分以上とかですね、まあ、長時間録音するときに、まあ、僕ソニーのカメラなんですけども、通常だと30秒以上のですね、録音ができないんですね。なのでバルブモードにしてレリーズっていう機械を使って撮影するのが普通なんですけども、僕ソニーの α7R5 っていうカメラを使ってまして、このカメラではですね、レリーズを使わなくても自分でシャッタースピードを設定できるっていうバルブタイマー機能っていうのがありまして、ちょっと今回それを使っていきたいと思います。なので、そういったバルブタイマー機能ないカメラを使っている方だったら、レリーズっていうものをですね、使って、それでですね、シャッタースピード、長時間録音していただければと思います。ちょっとこれも暗くて分かりづらいんですけど、バルブタイマー設定っていうのがあるので、ちょっとそれをですね、設定していきます。これでですね、録音時間を設定できます。まあ、今回ですね、5分以上のシャッタースピードになるので、30秒でですね、これで設定していきます。これで5分半ですね、長時間録音っていうような形で撮っていきたいと思います。まあそうすると、これもかなり見づらいんですけども、左下にですね、バルブ330秒っていうふうに出てるので、まあこれで5分半録音できるような形ですね。いやー、R5 かなり便利ですね。買ってよかったですね、これは。長時間録音を対応する僕としてはありがたい機能ですね。まあ最後に念のためにちょっとピントとか大丈夫かっていうのをですね、もう一回確認をしますと。はい、まあこれでですね、問題なさそうなので、これでシャッターを押したいんですけども、シャッターを押す反動でブレてしまうので、長時間録音するときは、セルフタイマー2秒とかにして撮ってますと。まあレリーズ使って撮る場合はですね、いらないと思うんですけども、これでですね、5分半録音していきたいと思います。はい、で、実際撮った写真がですね、このような形になってまして、まあこれがシャッタースピード5分30秒ですね。F 値が8、シャッタースピード5分30秒、で、ISO 感度100ですね、になってますと。まあかっこいいですね。まあちょっとですね、右上の方雲がちょっとあんまりなかったんですけども、まあただこの辺とか下の雲とか流れていて、でやはりもう5分半もですね録音しているので、もう下の水っていうのがですねさーっとねなっておりますと。で本当にこの日もです、日の出直後に撮ったのはですね、オレンジ色の光が入っていて、まあそれがこの奥のですねタワーマンション群に当たっていて、それがかなりかっこよくですね撮ることができましたと。でちなみにですね、普通のシャッタースピードで撮りました。はい、これシャッタースピード、これが200分の1ですね。まあもちろんこれもですね、かっこいいですね。もちろん建物に光が当たってるっていうのもそうですし、まあこれはこれでまあいいかなとは思うんですけども、やっぱりパッと見た時にここの下の部分の波に結構目線が寄られるかなと思います。
やっぱり目立たせたいっていうのはここなので、そういった意味でもやはり長秒録音することによって主題に目が行きやすいっていうような形になるかなと思います。まあ本当にこの都市経過の長秒録音っていうのはですね、本当に楽しいので、ぜひ皆さん ND フィルター持ってない方は ND フィルター買っていただいて試していただきたいですね。ではちょっと続いてのですね、撮影地行きたいと思います。はい、で次の撮影地に来ました。で、長時間録音するときに、気をつけることなんですけども、やっぱ基本的に順光か、まあ、横からのサイド光で撮るっていうのがいいかなと思います。というのもやっぱり逆光で撮ってしまうと、もちろん長秒録音するときに太陽も動いてしまうんで、それが入っちゃうっていうのと、やっぱり太陽を入れることによって露出の調整っていうのはかなり難しくなってしまうので、基本的にやっぱり順光かサイド光で撮るのがいいかなと思います。で、じゃあ撮影するってなって、撮影地行ってからあ逆光だったってなるとちょっともったいないかなと思うので、事前に撮影地を決めるときに、ここはこの時間帯では順光なのか逆光なのかっていうのを調べるといいと思うんですけども、その時にですね、サンサベイヤーっていうですねアプリを使うといいかなと思います。以前もちょろっと紹介はしたんですけども、これですね、太陽の位置が分かるので、これを見ながらですね、僕はロケーションをハンティングして、あ、ここの場所はこの時間に行こう、で次はこの場所に行こうみたいな形で決めてます。実際今もですね、太陽後ろから出ていて、こういう風に光が当たってて、でいい絵ができてかなと思うので、太陽の位置っていうのはですね、ぜひ気をつけてください。で今回もですね、設定していきたいと思います。先ほどと同じシャッタースピードで大丈夫だったので、5分半ですね、シャッター切っていきたいと思います。でその後ピントも合わせて、でその後にですね、この ND フィルターつけていくんですけども、僕さっきもですね、これ今回もう24秒撮るので、こういう風にこうやって押し込んで撮ればいい、撮るのでいいんですけども、例えばこれがちょっとズームで撮るときにこうやって押し込むと、せっかくピント合わせたのにズームの位置が変わっちゃうので、その辺ですね、注意が必要かなと思います。なのでピント、例えばなんか50ミリとかでピント合わせた後に、こうやって普通にはめて、でまたその50ミリに戻すか、もしくははめるときにここのレンズのリングを押さえながらですね、はめる。で、はめるときも、まっすぐ押してはめるっていうかは、ちょっとなんか回しながらはめると、はまりやすいかなと思うので、こう押さえながらですね、ズームリングを押さえながらはめるといいかなと思います。今回僕24ミリ、ピントも合わせてるので、これでですね、またですね、5分30秒、バルブモードで撮っていきたいと思います。で、今回は構図に関しては割とシンプルで、こういう風にもう広がっているので、もうそれをまんべんなく映すっていうような形で撮りたいと思います。本当に中央に中央大橋があるような形になるので、それを起点にこう広がるような形で構図組み立てました。やっぱりこう、この辺って橋が、隅田川で橋が多いので、それをですね、真ん中に置いて、で、左右にこう建物が広がるように、構図を決めるっていうのも、いいかなと思います。で、これでですね、また5分半待って撮っていきたいと思います。はい、で実際撮れた写真がこのような形になります。いやー、かっこいいですね。これも先ほどと同じ F 値が8、シャッタースピードが5分30秒で ISO 感度が100になっております。これはですね、ちゃんと雲をここさーっとですね流れてますね。で、水ももちろんですね、もうツルツルになってますと。いやー、とてもかっこよく撮れたかなと思います。で、これもシャッタースピード200分の1で撮った写真ですね、はこのような形になってますと。これもですね、なんか雲が結構いい感じになんか散らばっていてかっこいいんですけども、やっぱ下の部分、水の部分っていうのはかなりなんか悪い意味でちょっと目立ってるかなというふうに思いますね。やっぱりこういうふうに長時間録音した方がしっかりとリフレクションになってますし、綺麗かなと思います。で、これ5分30秒の写真になるんですけども、30秒で撮った写真もあります。それが、はい、これですね。これはシャッタースピード30秒ですね。30秒になってますと。5分30秒、30秒ですね。雲の流れに関しては、時間帯によってね、雲を出てる方向とか違うのあれなんですけども、こっちの方がですね、雲の動きっていう意味では分かりやすいかなというふうに思います。ほんと5分30秒まで録音するともうまっすぐ伸びるような形ですね。こっちの方がまだなんか動きが伝わりやすいかなと思いますが、その下の部分ですね、水の部分なんですけども、特にちょっと下半分、特に下半分に注目していただければなと思うんですけども、これ5分30秒ですね。で、これが30秒。やっぱり30秒だと、まだ水をツルツルにしきれてないんですね。なのでやっぱり水は露光すれば露光するほどこのような形でですね、ツルッとなりますと。5分30秒でもこの辺はですね、やっぱりまだちょっとツルツルにでききれてないので、じゃあ5分30秒あれば足りるのかって言われると、そうでもないっていうような形ですね。本当にその波の強さにもよるかなと思います。
まあ、ただじゃあ旅行すればそれほどいいのかっていうのでいうと、またちょっとそれは変わってきますね。旅行すればそれほどブレっていうのもつながりますし、まあ、あと特に暑くなってくると熱ノイズっていうのがですね、発生しやすくなってしまうので、何でもかんでも旅行すればいいっていうわけでもないので、そこは難しいと思うんですけども、まあ、大体僕は条件にもよるんですけども、長くても7分30秒ぐらいかなっていう風にいつも設定はしてますと。まあ、その場合ですね、 F8 だと今回だと F8 で5分30秒だったので、もうちょっと絞ったりとかするんですけども、まあ、そういった形でですね、本当シャッタースピードによって全然変わってきますね。200分の1秒30秒で5分30秒みたいな形ですね。まあ、なのでですね、まあ、とはいえ、まあ、正解はないと思うので、まあ、皆さんですね、ぜひ ND フィルター買ってですね、いろいろですね、自分はこのくらいのなんか雲の流れとか、このくらいの波の揺れが好きだなっていうのをですね、探してみてはいかがでしょうか。はい、で、続いてですね、こちら、IO 橋という場所に来ました。で、こちらも逆光なんですよね。で、まあ、本当は巡航とかサイド光がいいって話をしたんですけども、じゃ逆光を取った場合どうなるのっていうところをですね、まあ、実際にお見せできればなと思います。まあ、逆光で撮るのも、まあ、ダメではないんですけども、撮るときに注意する点は、まあ、太陽は絶対ですね、入れないことっていうことで、まあ、ちょっとですね、なので、ズームして撮りたいと思います。で、今設定を、構造はですね、太陽を入れないようにして、まあ、奥にですね、建物が入るような形で、で、かちょっと水面の方もですね、もちろん入れて、水を流すので、下の川も入れるような形で撮って、で、設定をですね、一回絞り優先モードでですね、設定を見てみました。で、F8 にすると、シャッタースピードがですね、1000になるんですね、1000分の1秒になっちゃうので、まあ、これちょっとですね、早すぎるかなっていうのがあるので、そういう時は絞りをですね、絞って調整します。ちょっと絞りをですね、3段、4段ぐらいちょっと絞っちゃいますか。F13 にします。で、F13 にすると、ちょっとまあ、これも画面が見えないかなと思うんですけども、F13 にすると、シャッタースピードが400分の1秒になりますと。で、なので、この2種のアプリで、ND64000 で、シャッタースピードが、400分の1秒にすると、まあ2分43秒ってことですね。まあこれで、撮っていきたいと思います。で、ピントもですね、今合わせました。で、ここで ND フィルターつけるんですけども、まあさっきの注意点ですね。まあ今ちょっとズーム伸ばしてるので、これをこうガツッとはめてしまうとですね、ずれてしまうので、まあズームリングを押さえながら、ちょっとですね、こうやって、左右にもちょっと回すような形で入れると、まあ、ズームリングですね、動かず、接着することができますので、まあ、これでですね、で、バルブタイマーですね、設定して、2分ちょっとですね、測って、これで撮っていきたいと思います。まあ、逆光はどんな感じになるのかっていうのですね、見ていただければと思います。はい、で、実際撮ると、こんなような形ですね。まあ、これが2分30秒のシャッタースピードで撮っております。で、やっぱこう見ると、建物が、やっぱりのっぺりしてる感じがありますよね。さっき撮った写真、はい、このような写真だったりとか、この1枚撮った写真と比べるとやっぱ光が当たってないのでコントラストが低くなってしまっていて、その立体感だったりっていうのがかなりなくなってるかなと思います。まあ、あと色もですね、全体的にない、やはり太陽が当たってないので色も強調されないんですね。まあ、そういった形で輝度も彩度もかなり低い状態っていうような形になってしまっております。やっぱそういった意味でも巡光もしくはサイド光で撮るっていうのがいいっていうのが分かっていただけるかなと思います。まあ、なので先ほど紹介したサナサベイヤーっていうアプリを使って事前に撮る前にですね、太陽の位置がどこなのかっていうのを把握して撮影に挑めた方がいいかなと思います。まあ、とはいえ写真に正解はないと思うので、何かしら意図があって逆光を撮りましたっていうのであればそれは全然問題ないと思うので、何かしら意図がある場合はその意図が伝わるような写真を撮っていただければと思います。はい、そういった形ですね。本日は長秒露光、都市空気の長秒露光で気をつけることとか、ND フィルターのことについてですね、説明いたしました。まあ、ND フィルターですね、2種の、フィルターを使っていて、まあ、これは本当に色かぶりも少なくてですね、レタッチもすごい楽になって、でかつ、まあ、取り外しもですね、こういうふうに楽にできるので、とてもいいフィルターかなと思います。概要欄にリンク貼っておきますので、ご興味あればご覧くださいっていうのと、また、ちゃんとやっぱり巡航かサイド光で撮るのが一番ですね。基本的にやはりサンサベイヤーっていうアプリ、太陽のアプリを見て、事前にロケーションハンティングしておく。まずは構図ですね。まあ、これ都市空景で、まあ、今回主に水辺で撮ったんですけども、やっぱ水と空っていうのを流すので、じゃあ主題となる建物をどこに置くのか。
っていうのをですね、意識して、行動を探すといいかなと思います。はい、今回の動画は以上になります。少しでも動画参考になった方はですね、高評価、アップチャンネル登録、ベルマークの通知よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。